台風10号が来る。雨や風に気をつけて。気象庁によると、とても大きくて強い台風10号が、14日から15日に近畿地方から西側に来そうです。太平洋側では、14日からとても強い風が吹きます。特に、九州の南側では、風が激しく吹きます。海では、とても強い風が吹いて、波が高くなります。雨は、13日から太平洋側の広い場所でたくさん降って、14日からはとても激しく降る可能性があります。気象庁は、台風についての新しい情報を調べて、台風が近くに来る前に準備するように言っています。台風が来る前に準備しておくことは、ニュースウェブイージーの台風のページに書いてあります。